さあやってまいりました。私がティラと申します。ポケモン GO のね、収録するの初めてですね。やっぱね、位置情報とかあるからなかなか収録できなかったんですけど、今回ですね、こちら対戦モードの、世界中の人とバトルできるモードが追加されまして、 GO バトルリーグやったかな。はい、 GO バトルリーグというものが追加されまして、世界中の人と育成したポケモンで戦えるっていうモードなんですよね。これはね、もう画期的だからね、早速ちょっとやってみたいと思います。まあこんなもんね、みんな腐るほど見てるんですよ。大丈夫大丈夫おい、誰も期待してないでしょ俺にというわけで、今回ね、その参戦、まあね、5戦できるんですけど、こちらスーパーリーグのみとなっております。 CP がね1500以下、ということでね、伝説のポケモンとかがね使えない戦いとなっております。1500以下のポケモンで戦うルールですね。やってみるか。あ、今度始まった。いきまーす。まずはクチートだ。様子見だ。チュータリスは勝ち。チュータリスは勝てる。チュータリスは勝てる。大丈夫大丈夫。クチートならチュータリスは勝てる。あ、引っ込めたね。さすがに引っ込める。ハガネール、ここでハガネールを選んでくれたら勇気あるね。ハガネールはね、クチートの技にグローパンチってのがありまして、これで攻撃上げつつ、格闘技なんで弱点取るんですよね。これ勝ちだね。いいよいいよ、グローパンチで。後ろがマリルリとかだから、そっちに回してもいいんだけどね。ただ普通にゴリ寄せる。で、入れ替えたってことは、自信とか持ってる可能性あるから、ちょっと一回様子見よっか。一回様子見てみよう。自信あるね。はい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 。自信があることは確認できた。なるほどね。自信がある。その確認は大事だと思うんだ。さあ、向こうアイアンテールとかドラゴンテール押してるのは、でも、ハガネールもスーパーリーグで見るんだね。とりあえず、クチートでね。クチートは意外とスーパーリーグで誰も使ってる印象ないな。いけるか？あ、いけないか！いけないか！いけないか！やべ、シール2枚使っちゃった。やべ、俺そういうの理解できてねえからな。マジか、溜まっちゃうんだ。でも、まあ、シールド2枚と引っ換えに1匹か。微妙だな、これ。さあ、向こうにクチートを止める術があると、あー、まあ、いるじゃねえか、とっくの前に。いたのか、ちゃんと止める術あったのか。マリルリとチュータリスでしょ？後ろ。あー、でもマリルリでチュータリスはなんとかなるから、カメックスさえなんとかしてしまえばっていうとこあるな。さよなら。シール残ってねえわ。さよなら。ハイドロカノンだよな。カメックスいるか。やっぱカメックスいるか。まあ、クチート頑張った頑張った。ここはチュータリス行きましょう。ハイドロカノンやったら圧倒的有利やからね、こっちは。冷凍ビームの可能性あるけどな。あ、入れ替えたね、あいつ。あいつ入れ替えた、ちゃんと。何がともあれ竜の波動打つか。あ、ゴトマンになっちゃってんじゃん。まあいいか。でもやっぱ似たポケモン出てくるね。さすがに。さすがに似たポケモン出てくっか。オッケー。これはいい答えじゃない。多分ドラゴン技打ってるでしょ。ここは意気揚々とドラゴン技打ってるはず。あれゴトマン打ってんじゃねえかお前。さあ問題はここからね、マリルリでいけるかどうかです。向こう城ないんで、向こう知らないんで、じゃれつくさえ決まってしまえばってところ。なんで打てないんですかね。なんで打てないんですかね。今、押したべ。よくあるよくある。これはよくあるから。まあでも、ゴトは耐えるのがでかいね。マリルリも結構見るよね。でも、これで、あとは、カメックスをなんとか2匹で倒せればって感じがあるけど、どうだろう。これはじゃれつくね、まず倒す。オッケー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 。さあ、問題はカメックス。瀕死のカメックスを倒せるか。いやー、怖いなー。これ、やばいな。なんか嫌な予感がするっちゃする。ハイドカノン、マリルリ耐えるとでかいよ。おーし、いける。頑張れ頑張れ、マリルリ。勝った勝った、これ勝った、いただいたわ。クチート刺さりましたよね。これクチート刺さりましたよ。意外とクチート見ないんだよね。友人も言ってたけど、クチートはないって言ってた。よっと、クチートすごい。クチート頑張った。いや、大活躍したね、クチートね。さあ、2戦目行ってみましょう。クチートがね、読まれない限りは。いや、フライゴンどうだろう。大地の力持ってんもんな。大地の力持ってるタイプだろ、お前。大地の力持ってんのはまずいでしょ、いくらなんでもよ。そうなんだよな。フライゴンを先手に出されたらきついもんな。ドラゴンクローやったか。あえてね、あえてシールを表示されるドラゴンクローか。うわ、うまいこと考えられましたよ、これ。これうまいこと考えられましたよ。大地の力、ここで撃ってくるかな。ちょっと待ってみるか。大地の力撃つそうだけどな。あ、クローか。余裕だわ。クローなら余裕なんだけど、大地の力がまずいよな、やっぱり。クローだね。これ、こい
つ黒打ってんな。ドラゴンウォール黒めっちゃ打ってきますよ、このクライゴン。大地の力打たないね。何を企んでるんだ、何を企んでるんだ。この辺りシール一回使っちゃうか。押せないわ。なんでジャイアンツが押してんのにさ、僕。なんか、時々反応が悪いんだよな。ジャイアンツが押してんだけどな、僕。あ、今、今が。まあ、ここでシールは多分使ってくれると思うけど。シール使うでしょ。うん、ここで1枚使わせるのはでかい。空にダメ押し、ここでね、もう一回ジャイアンツ打って、さあ、相手の反応見よう。ここで相手の反応見よう。これが白2枚使わせたらでかいよ。さあ、どうだ。ここはブロックしてくる。なるほどね。あ、ミスった、やべ、ミスった、チルタイス出ちゃった。ミスちゃった。クチートに入れ替えたかったのに。技は勝ってるからクチートにしようと思ったのに。お互い城使っちゃったよ。なんだこれ。間違えたよ。やべ。樹海珍しいの。お互い城ないんで。あとはもう突破力ですよね。樹コインを珍しいの。スーパーリーグの樹コイン珍しい。個人的にはね。個人的な見解と珍しいな。ゴッドバトルどうだ。はい、オッケー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 。さあ、あと一体何？フローゼル、フローゼルか。へえ、ラグラージとかの印象、水タイプはなんかラグラージいっぱいいる印象あるからな。お、行ったか？チルタイスいけるか？チルタイス3立てルート。チルタイスもそこそこ見るからな。はい、オッケー。はい、勝ちー、やったぜー、タイヤリース。めっちゃ腹立つ挨拶だな。さあ、3戦目ですね。うわ、ブラッキーかー。でもブラッキーはいけんじゃない？クチートパッと見いけそうだけどね、ブラッキーは絶対。だってさ、ほら、向こうアクア、ブラッキーってアクアサしか打たないでしょ。なんで、このままやってれば勝てる。いや、さすがにね。だって、アクタイプの技フェアリーに効かないでしょ。原作的に考えれば。余裕余裕。いや、全然余裕じゃない。そうでもないぞ。では、向こうもブラッキーで突っ張ってくるんだね。じゃあ、僕もグローパンチを見せようかな。多分、向こうなんか、じゃれつくとか警戒しそうやけどね。どうだろう。さあ、クチートを知らない人に、クチートを見せてやるぞ。行くぞ、クチート。ここでスペシャルアタック来る。イカ様だろうな。イカ様とっておきだとは思うんだけど。いやー、クチート厳しいか？グローパンチあるからいけると思ったんだけど、浅はかやったから。いけるって言ったけど、いけなさそう。あ、いける。スペシャルアタック打てる。この格闘のやつ慣れねえわ。よし、いけた。グローパンチ、うわ、弱っ。弱ないか。イカ様来るね。これ打ち合って負けんのか。ブラッキー強っ。え、ブラッキー強いな、じゃあ。結構ブラッキー強いんだな。1枚使わせて終わっちゃったか。シール1枚使わせて終わっちゃったか。しゃあないしゃあない。でも十分頑張った頑張った。うん、頑張ったと思うよ。ブラッキーも強えな。まあ、ここはまあ、ファイアリータイプの周り類でいきましょう。どうだろう。イカ様だったら余裕で耐えるんだけど、どうだろうね。とっておき持ってるか、もしかして。持ってない。とっておき持ってないんだ、君。君はとっておき持ってないタイプかい、ブラッキーの中で。僕の友人のブラッキーはとっておき持ってるよ。ここはまあ耐えるか。マリルで余裕で耐えれるんで。結構でも、消耗してんなぁ。まあまあまあ、ここは OK。何出してくる？ラプラス！ラプラス？意外だな。え、でも技の打ち合いしたら勝てるぞ。だってラプラスに電気技とかないでしょ。多分。あ、ブロックしてくるね、ちゃんと。さすがに。多分このタイプは氷の粒程度冷凍ビームパターンだから、マリルリで抑えないとチルタリス負ける。意地でも抑えたいとこですね。マリルで意地でも抑えないと、きつい。これは意地でもマリルリで抑えましょう。いやー、冷凍ビームとかやろ。どうせ冷凍ビームやろ。何？どんぐらい食らうかやな。よかった。これ波乗りされたらどうしようかと思った。死に線弱いでな、俺。いけ！なんでや！いつもマリより、お前のジャレツクは、お前のジャレツクはなんでいつも遅いんだよ、発動が。さすがにでも耐えるよ。マリルイだもん、だって。マリルイなら耐える。大丈夫。
問題はこのじゃれつくの後に、いけるかいけるかいけるか、頑張れ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 、それはでかい、ここの撃破はでかい。チルタリスが通る、これで。アブソル、アブソルは、あ、でもいける。アブソル意外だな。意外なポケモン出てきたな。スーパーリーグいっぱい、結構ね、なんか意外と見るポケモンが多いんだよな。オッケー、やったぜ、よーし、オッケー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 。さあ、クチート、お前の強さを見せる。なんだそりゃ、サンダー出てきた。初めて見た、サンダー出てくるの。サンダー出てきたぞ。スーパーリーグのサンダーはマジで珍しいんだよな。え、どうだ、スーパーリーグのサンダー、お前、いけんのか、お前。なんか、あ、ほとんど見たことはないね、さすがに。え、強っ。サンダー強ないっすか、マジか。あれ、反応が悪い。反応が悪いよ。一瞬反応遅れたね、今。サンダーは意外だけどね、スーパーリーグで。あ、でもブロックが、よかったよかった。俺完全に今間違えてたからね。ここはブロックして、サンダー意外だなぁ。あの、やっぱ CP がこの低いバトルではね、なんか伝説系は基本的にあんまり使われない傾向にあるからね。さあ、なんだ？何来る？何？ファイヤー、フリーザーか？あとは。そういうわけでもなく伝説がいっぱい出てくるスタイルです。あ、でもこれはてれえない。ここはクチートで完全に勝てるはず。圧倒的に勝てるはず、クチートで。クチートで圧倒的に勝てると思うよ、ラティアスなら。噛みつくが通常はされててるし、向こうから受けるダメージそんなないから、あ、グロパチ、あえて受けてきたか。いける！オッケー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 、大丈夫だ、大丈夫だ。この撃はでかいよ。相手に一回持たせてないのは ゲージを。またラプラスかよ！出てくんなぁ、ラプラス。さすがにラプラス対策必須みたいになってきたなぁ。で、グローパンチで攻撃上げて、ついでにシノを使わせるかい？オッケー！それはでかい。マリルリの、後ろのマリルリの通りが良くなるからね、そうすれば。技、どうしようかなぁ。いや、ここ受けちゃおう。クチートごめん。受けて。受けていいわ。あ、そもそも耐えるわ。オッケー、もう少し。もう少し頑張ろう。さよなら。いや、大丈夫だ。頑張った、頑張った、頑張った、頑張った。で、マリルリで、ジャイズク通せば勝ちやろ。ラプラスにマリルリに対して打点ないからね。オッケー、オッケー、大丈夫、勝てる。これは勝てるね。はい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 。冷凍ビームだから、基本的にタスクさんのラプラスをみんな使ってる説があるから、そのあたりをね、しっかり勝っていければ勝てる。オッケー、終わった。はい、勝ち。マリルリが強い。いいねー。はい、というわけで今日の4号終了ってことは次が最後っすね。なんかね、多分1日で歩けたり歩いたり、多分日ごとに変わるとは思うんだけどね。今日最後のね、試合やってみたいと思います。楽しいなぁ。やっぱ、友人ともともとやってたしね。それがずっとできるから楽しいわ。ルカリオはやばいか？ルカリオは微妙だなぁ。ルカリオ微妙だなぁ。向こう、お、あいつもグローパンチ投げてくるタイプだからなぁ。しかもバレットパンチじゃねえか、よく見たら。グローパンチ投げてくるタイプのポケモンじゃん、お前も。ルカリオか。スーパーリーグでちょくちょくなんか人気なんだろう、お前も。グローパンチで攻撃上げるタイプだろう、お前も。お前もそういうタイプだな。そうだな、私もだ。俺もだ。そのグローパンチで攻撃上げるスタイル。ルカリオは強いって言ってたもんな、みんな。ブロックする。警戒したね、何か。いや、きついな、これきついな。さすがにきついが、クチート。いやー、クチート無理か、ルカリオは。ルカリオは無理か。ルカリは無理か。いやー、きついねー。バレットパンチをしっかり選んでやったらやばいぞ、これ。ルカリは強すぎるぞ、これ。ルカリはかなり強い説あるな。そうか、ルカリはクチートじゃ無理か。グローパンチあっても。さあ、泡でとりあえず倒したいところ。半分減ってんじゃねえか、こっちの HP。やべー。いかな、なんだろう、ライチュー、意外なもん出てきたな。
ライチは意外。あ、でもこれどうせシール使うからジャレ使う方が良かった説あるな。ここはまあ入れ替えとこう、ちゃんと。で、多分10万とかで売ってくるから、そこはね、ちゃんとシール使って。向こうシールないから、あとはゲージ技を通すことができれば、勝機がある。あとはゲージ技を通したい。ファイヤー出てきた！ファイヤー！意外だな。あ、そうか、マリルリ。そうだよな。マリルリに対してもう役目ないもんね。さあ、お互いいい勝負になってきたよ。ゴッドバードル、ダイブドール。オッケー、いける。これ勝った。いける。チルタリスで勝てる。オッケー、チルタリスでライチをそのままいける。完封持っていける。ほい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 あいつ動かなかったじゃねえかじゃあ今日は、ね、ポケモンのバトルリーグやってみました。いや、個人的にこういうの好きなんだよね。もともと友人とやってたから。まあでもあんまりね、ついていけないって人もいるんじゃないかな。はい。まあ多分今後、ハイパーとかマスターでも、これがあるんじゃないかと思うんですけども、ね。ハイパーとかマスターはね、私ほとんどやってないんですけどね。じゃあ今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。